みほとけです。田中ひろみです。ホットケーキーズでーす。田中ひろみ先生 in みほとけハウス、やってきました。もうどうですか、私の家は。いやー、すごいなんか仏ワールドですね。そうなんです、ね、はい、後で私のお便りも見てくださいね。はい、見させていただきます。はい、今日はなんで来てもらったかというと、はい、先生の新書、はいはい、田中ひろみの愛おしい仏像、はい、はい、このキラキラ、すごいキラキラ。そうなんです、これスクラッチアートなんですけど、まあ、削るとキラキラが出てくる、まあ、キラキラの仏様が出てくるっていう、まあ、仏像の本なんですけど、はい、すごい。あの仏像なぞり書きとまあ同じような感じで、はい、まあ、削って、まあ、心を整えるっていうものなんですけど、まあ、私がおすすめする仏像をいろいろ書いたんで、まあ、ぜひ削って心を整えていただきたいと思います。はい、ね、すごいですよ、今日この前いただいて、ちょっとまだやってないので、ちょっと開封していきましょう。ダラーン、なんだこれ。大判とちっちゃいのが入ってるんですよ。これでかいのと、あとちっちゃいのがいくつか入ってて、もうすごい結構枚数がいっぱいあるんですよ。かな8種類、うん、入ってるんですよ。すごいいっぱい入ってるので、はい、なんか楽しめると思います。そうで、付属のこのなんか万年筆みたいな、これ。あ、そうそう、それ削るやつなんですけど、はあ、すごい。なんかこういった感じで線があるので、まあ、その線を削っていただいたり、まあ、面を削っていたりいただくといいんですけど、あ、もうすでにこの面、カード自体が、はい、あ、なんだろう、これあれだ、はい、なんだろう、墨。あ、そう、だから黒いところを削っていただいてもいいですし、うん、線のところを削っていただいてもいいですし、まあ、それはあのお好みで。なんかまだでも光ってはないですね、これ。なんか全然、マットな感じ。そうなんですよ、それを削ると、まあ、キラキラの素材が出てくる感じなんですね。だからこれとかも大釈天様。大釈天様です。で、あとこちら、阿修羅さんなんです。阿修羅さん、これを削るとですね、はい、あ、待て、まだ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 普段はまだまだです、はい、はい、でちょっと削ってみたいと思います。はい、先生のこれ削るコツとかはあるんですか？まあ、心を整えて、まあ、じっくりと、うん、まあ、静かな気持ちで、まあ、削っていただくと、はい、まあ、いいと思います。まだこの何でしょう、カーボン、あの、はい、裏写しするやつみたいな、そういう素材ですね。昔よくクレヨンでやりましたよね、まあ、なんか色を塗って、その上に黒を塗って、はい、で削ると、まあ、キラキラっていうか、まあ、絵が出てくるって感じで、まあ、それを、まあ、こちらはあのキラキラの紙でやってるってことなんですけど、おー、すごい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 、削るとキラキラ出てきました。出てきました。わかるかな、そう、キラ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 してますね、顔面だけがキラキラしてそうなんです。どういうこと？だから中に、まあ、紙、そのキラキラの紙の上にこの黒いのを印刷してるんですよ。あ、なるほどな。でその黒いの印刷の上に、まあ、うん、その線を印刷してるって感じですね。あ、だからすごいね、この削ると「み、」って書きました。なんかいろんな色をまあ混ぜてるんで、まあ、仏様が、うん、全部削っても仏様が出てくるのもあるし、うん、レインボーになってるのもあるし、まあ、お楽しみって感じなんですけど、なんかね、この削る時の削り心地がすごい気持ちいい。あ、そうなんですよ、楽しいですよ。何かをサクッとこうね、彫ってる感じがめっちゃ気持ちいい。結構簡単に優しくなぞるだけで、そうなんです、すごい削れちゃいますね。だから本当になんか削るだけで本当になんか仏様が現れてくるって感じが楽しめますし、あ、はー、気持ちいい、ね、楽しいですよね。やっちゃうやっちゃう、キラキラが可愛い。そう、キラキラしてとっても楽しめると思うんで、これなぞるのに、はい、自律神経を整える効果があるんですか？まあ、集中できますよね、うん、まあ、あの仏画をなぞる、まあ、写仏ですよね、うん、まあ、私が今まで出しました仏像なぞり書きの本も、はい、こちらもご覧ください。まあ、いろいろいっぱい出してるんですけど、はい、まあ、お写経が、まあ、お経をなぞって心を整えるのと同じように、うん、まあ、写仏をやることによって心を整えるっていう、まあ、修行の一つなんですけど、まあ、これはその写仏の一環と持っていただいたらいいですね、うん、新しいですね、キラキラするっていう。そうなんです、普通は写仏はなぞっても、まあ、キラキラとかはしないんですけど、うん、これなぞると、うん、なぞるとか引っかくとキラキラした仏様が現れてくるんですよ、うん、キラキラこのですね、すごい種類ありますよ、はい、これが、はい、あ、大好きな空也上人もいる。そうなんです。え、もしかしてこれ私のために選んでくれたんですか？あ、そうなんです。 ありがとうございます。でもそれ六原蜜寺の空也上人じゃないんですけどね。あ、本当だ。月の輪寺っていう、はい、もうすごい京都の愛宕山の、まあ、上の方にある、はい、まあ、ちょっと行くのが大変なところにあるんですけど、はい、もうこちらもとっても素敵な空也上人なんです。こ
これ出会うまでが道のり長い分出会った時の感動がね、そうすごいですよ。1時間半もかかるんです、はい、歩いて。これあの空也上人像の元祖って言われておりまして、あの六原光寺にいる私の大好きな空也上人像よりも元のって言われてるんですよね、はい、うん、あ行ったんですか。まだです。いやいいんですよ、もうぜひぜひぜひ行ってください。これすごいアシュラ像のこの洋服の模様がそのまま背景にも。そうなんです、これ削るとまたすごい可愛い色がいっぱい出てきて楽しいんですよ。あ、ご公衆阿弥陀さんとか、あの相方観音さんとか、はい、あとバサラシャさんとか、もうすごいいろんな方が、いろいろチョイスがいいですね。仏像好きが喜ぶチョイスであり、こういういろんな可愛い仏像図のオーソドックスなだけじゃなくて、ちょっと可愛い変わったのもいるよっていう、あ、そうですね、まあ、特徴のある方を、うん、まあ、チョイスさせていただきました、まあ、こんだけあってね、まだちょっと黒と2色展開ですけども、はいはいはい、これを削るとこうなります。はい、でん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 じゃーん、ほらキラキラです。キラ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 、すごいですね、キラキラなんです、めっちゃキラキラ、そうすごいキラキラで楽しいんです。ほらほら、いろいろいろんな色に見え、ね、こう見えるでしょ。確かに線の上を削ってもいいし、中まで全部がっつり削ってもいいし、ね、そうそうなんです、削り方は本当にお好みですね。これは線なんですけど、線もすごい綺麗ですよ。可愛いですね、線だけでいくとちょっとなんかアート、ね、うん、そうなんですよ、これこそ本当にもう心を整える、まあ修行の一つになりますし、飾っても楽しいですよね。これなんか先生だから上手いんじゃなくて、みんなできますよね。できます、よかったよかった。ただ削ればいいだけなんで、はい、はい、清高くんのこの、はい、見てこの顔、表情、いい表情、絵わかるかしら。この顔がギュッと真ん中に寄ったね。これはちょっと楽しいですね。楽しいですよ、おすすめであります、はい、はい。こちらはどこで購入できるんですか。本屋さんで買ってください。はい、本屋さんで買えます。Amazon でも買えますか。もちろんポチッとしていただいたらすぐ買えますので、はい、で詳しくは概要欄に、はい、URL 貼っておきますのでご覧ください。おいくらですか。1380円プラス税です。1380円で10個もなぞり書きができるだなんて、はい、お得。あのハマりそうになりました。削るのが気持ちよくて、ぜひ、うん、本当にお家でじっくり削っていただきたいと思います。キラキラ。それでは皆さん、はい、キラキラなぞり書き、はい、田中ひろみの愛おしい仏像、はい、心を整えるスクラッチアート、ぜひ一度手に取ってみてくださ い。ホットケーキ図でした。はい、おち。